皆さんこんにちは、秀丸です。今日は京王線の宇陀駅に来ているんですけど、宇陀駅から徒歩4、5分のところにある和賀松屋さんに今日はお伺いしたいと思います。調布市では町を挙げてデカ盛りのイベントをやっているらしくて、そこのお店は元祖デカ盛りのお店として和賀松屋さんが挙げられてるみたいです。結構ね、大食い YouTuber さんなども来られてるみたいで、それに負けじと今日は僕も食べていきたいと思います。じゃあ早速行きましょう。来ました。和賀松屋さん、いざ勝負ですね。じゃあ早速。メガ盛り頼みました。結構芸能人の方も来店されてて、いろんな方がの写真がテレビだね、これはテレビで載ってますね。ちょっと緊張してきました受けていただいて、やばくないこれ。はい、いただきます。はい、いただきます。はい、いただきます。これで確かにすごいよこれ。まずね、これをささっと移していきましょう。いただきます。まずは温かいおそば。うん、普通に美味しい。これね、いきますよ、いきますよ、やまる。まだ冷たいのに変えていきたいと思います。冷たいつゆでいただきましょう。まだいや、最初はね、勢いよく食べてたけど、意外にね、来るよこれ。わさびはちょっと刺激になっていいっすね。これ上の山盛りを取った後が結構きついね。残り4分、ちょっとこのペースが危ないんで頑張ります。よし、正直ね、何胃もきついけど飽きてきた。こんなそば食わないから。今ね、もう大食いファイターの凄さを身をもって今感じています。
涼しい。本当に KO って感じになっちゃいましたボディブローがマジできつい。残り1分になってきました。試合ならね、俺はもちろん格闘技の試合だったらペースは上げていかなきゃいけないんですけど、どうにもここにも上がりません。きつい。全体像届けますね。こんな感じです。汗が格闘した感じが出てますね。一本切りました。いや、これきつい。舐めてました。じゃあ、シェアします。完全に、試合だったら KO 負けですよ。もうボディ効かされてますし。はい、ごちそうさまでした。いや、もう完全に僕の負けです。乾杯です。いや、もう、腹が、もう、そばで埋め尽くされています。もう完全に KO 負けですね。次回また今度はリベンジとしてジムの後輩でも連れて行きたいと思うので、また大食い企画見てください。今日は完食できなかったんですけど、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタンもクリックよろしくお願いします。